メントレジー、メントレジー、メントレジー、メントレザジャイアント、メントレザジャイアンツは、1999年10月8日から2008年9月14日まで、フジテレビ系列で放送されていた、t o k o が司会のトークバラエティ番組である。地上デジタル放送では、ハイビジョン制作。番組開始から2007年3月30日放送分までは、 毎週金曜23時23時30分に2007年4月15日から番組終了までは毎週日曜21時 -21、54、いずれも JST にそれぞれ放送されていた。2003年9月まで放送されていた全新番組メントレについても本項目で合わせて記述する。年月日料理の人の 番組として、三菱電機サイエンスジムメントレのタイトルで、放送開始。メントレとは、メントレ、メン、タルトレーニングの略で、精神の訓練を意味する。t o k o がメインとなり、ゲストに著名人を呼んで、心理テストや、ゲームなどを行う形式のバラエティ番組として登場。独特の裏声で話す、ヒロシが、はいみなさん注目。それでは、メントレスタート。 などのセリフでナビゲーターを務めた。ちなみに、彼の素顔は番組最後の心理テストで明かされた。その後2000年4月7日より、三菱電機サイエンスジムメントレ G、ザジャイアントに改める。この番組タイトルは、プロレスラー、アンドレザジャイアントの文字 G となった当初は、メントレ時代の景色、心理テストとトークのみを踏襲するとともに、うさぎ型のマスコットキャラクター、 ここちゃんがナビゲートしていたが、同年10月6日からは、ゲストとのトークと料理ゲーム、メントレレストランを行うという内容に変更された。さらに2002年10月4日からは、オープニングコーナーのクイズ学や訪問が開始し、現在も続く3コーナー構成となった。この時期から視聴率が毎週15%前後で安定するようになり、また、時を人気と番組の安定感もあり順。 ゴールデンタイム、ノンプライムの番組としては長寿人気番組へと成長した。当時の視聴率は関西地区では約6から8%と低迷していたが、それ以外の地域では全国的に約12から14%前後と安定した数字を記録していた。番組スポンサーは当初から三菱電機の一社提供だったが、2003年10月3日から、 同社を含め複数社の提供に変更、それに伴い、トキオによるタイトルコールもメントレ G に変わった。レギュラー放送とは別に過去の放送総集編を中心に据えたスペシャル版メントレスーパー G として2004年9月22日2005年4月11日2006年4月10日2006年10月9日のそれぞれ19時20時54分に放送された。 ゲストは1回目、菅原文太、2回目、広志、3回目、唐沢俊明と南海キャンディーズ、4回目、島田信介。3回目の放送ゴールデンタイムスペシャル、唐沢と南海視聴率は時間帯トップの19.8%を記録した。さらに2007年3月23日放送分、ゲスト、荒川静香では、 レギュラー放送最高視聴率の20.1%を記録した。前身のメントレの開始から7年半を経て、2007年春の改変デマンを持たしてのゴールデン昇格となることが決定。当初はクイズドルミリオネアの後、番組として木曜19時台への移動も予定されてい,いが、鉄像問題から打ち切りとなった発掘。あるある大事点 E に代わり、 2007年4月15日より日曜21時台に移動となった。同日には16時17時25分により番宣番組として今夜9時から真相回転メンレジーの裏側全部見せますスペシャルが放送された。ゴールデン初回放送の視聴率は14.7%であったもののその後は一桁台に落ち込む回も出るなど苦戦を強いられることとなった。このため 2007年1から3月期の平均である13.8%に、ひして4から6月の平均視聴率は11.9%、関東地区を記録し、ゴールデン昇格前の金曜23時代よりも低下する形となった。一方、2007年後半和解によっては15%を超えることもあり、特に2007年11月11日放送分では18.2%を 記録、ビデオリサーチ、関東地区市、その週の娯楽番組部門で1位となるなど、持ち直し見せていた。2008年は、日曜21時代では、再び平均視聴率が1桁を記録するようになり、結果的に2008年9月14日をもって、メントレ時代を含めた9年間の歴史に幕を下ろした。あと番組は、エチカの鏡心に、キク TV。 トキオとスタッフの一部は同年10月から 5LDK を担当していた。放送時間は日本時間 JST。その週のゲストの楽屋前の廊下からゲストの私物や私服などを披露するコーナー。2002年10月から開始。このコーナーはオープニング後に放送されており、ゲストの声や顔、名前に加工処理が施されているためこの時点では誰かはわからない。 次回予告でもゲストの顔と声を加工処理を施しており同じ手法だが公式ホームページの次回予告や一部のテレビ雑誌ではゲストの正体が見られる。また楽屋前の廊下で収録されているため他番組の収録や打ち合わせに来ていた有名人が偶然出演することがよくある中には確信犯的に狙って出演する人もいた。 2007年3月までは、このコーナーの5回出演すると、ゲストに呼ばれるという設定もあった。ゴールデン進出後は、国武と山口の今、気になるお笑い芸人を呼ぶ、呼んじゃったのミニコーナーが登場した。出演したお笑い芸人は、カノヒデタカ、フルーツポンチなど。基本的に、国武と山口が担当しているが、他のメンバーが出演することもある。例 ゲストが憧れの女性タレント、TOKIO にとって重要な人、たまたま通りかかった有名人の要望など。2007年4月のゴールデン進出とともに、スタート、内容自体は深夜時代のトークコーナーの拡大リニューアルしたもの。それまでのフリートーク、ゲストのエピソードやヒストリーの紹介に加え、ゲストの人生に大きな影響を与えたエピソードや運命を、 決定づけたような瞬間などのターニングポイントを G のポイント NHK のその時歴史が動いたにおけるその時とほぼ同意としてスポットを当てその時のエピソードや心境を中心にトークを繰り広げるコーナーであるまたゲストのプライベートに迫るための密着取材が放送される2000年10月に始まった名物コーナー支配人の国部 彼の持ち込み企画であるため、支配人を務めたが、ゲストの大好物の料理を一品ずつ試食し、他のメンバー、城島、山口、松岡、長瀬が、ゲストの食べたい料理が何であるかを心理戦で当てるゲーム。当初のタイトルは、メントレレストランだったが2002年10月より、メントレジーレストランと開題し、セットや国部支配人の衣装もリニューアルされ、ルールも多少改正されている。 2007年4月からは新たなルールとして G のスプーンが登場する。2000年10月のリニューアル第1回と2007年4月のゴールデン第1回ゲストはいずれもミノモンタ。2008年5月11日放送分からスタートした新コーナー。コーナースタート初期はその日の収録後のメンバー全員のトークがメインだが2008年7月20日放送分以降。 メントレ地球貢献プロジェクト夏季参照という企画を立ち上げた。番組終了後は同じくトキオが出演するも LDK にコーナーが引き継がれた。夏休み期間限定の企画で2008年7月20日放送分より企画スタート。番組自体が最終回を迎えた2008年9月14日放送分でこの企画が完結した。編期には メントレスーパー G と題して2時間の特番が放送される。過去の特番はすべて月曜日の19時20時54分、ゴールデンタイムで放送された。ローカルセールス枠である月曜日7時枠が含まれるため、ネプリーグを同時ネットで放送していない一部の地域、関西テレビ、沖縄テレビは2006年12月現在すべてのこの特番を短縮しているわ。 短縮版での放送となってしまい、視聴者から不満の声が上がることも少なくなかった。日曜9時への移動後は、ローカル枠をまたぐことはなくなるため、赤テレや沖縄テレビなどでも必ずフル放送になるものと考えられたが、日曜移動後は、スーパー G はほとんど放送されなかった。かつての番組プロデューサーだった清水と現在の 番組プロデューサーであるカンバラはかつて三菱電機提供絡みのトロイの木馬の番組スタッフにも関わっていた。すべて TOKIO の楽曲楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。